トットコハム太郎、トットコハム太郎、トットコハム太郎は、河合律子による同名のコミック、トットコハム太郎を原作とするアニメ作品。トットコハム太郎のパイロット版。小学館の学年別学習雑誌1999年9月号、1999年8月1日発売の応募者全員サービス用の OVA として制作された VHS ハム太郎が、 語尾に野田をつけなかったり、ハム太郎の飼い主が、ロコちゃんではなく、夏美ちゃんとなっていたりとテレビアニメ版と設定が異なる。なお、テーマソングや一部のスタッフ BGM は、テレビアニメとほぼ同じ。2000年7月7日より、テレビ、東京系列金曜18時30分枠にて、放送開始。とっとこ、ハム太郎としては2004年3月26日まで。 放送された。この枠では1995年4月開始のスレイヤーズ以降は2クール6ヶ月の放送だったが、この時点で本番組はこの枠で最長の放送期間となっていた。2004年4月2日からは新たな登場キャラクターの追加などに合わせて副題を付けたトットコハム太郎ハムハムパラダイジュというタイトルに変更。 2006年3月31日まで放送された。話数のカウントは第一期から通されている。2006年4月より平日18時30分枠がバラエティ枠、スキバラ、2009年4月からは子供向けたい、番組ピラメキーノになるのと同時に金曜夕方の30分番組としての放送は終了。ハムハムパラダイチュ 含みこの枠での放送期間は5年9ヶ月に及び、2012年時点においても最長である。ここまでの話数は全296話。同年4月からは本作の制作にも参加している、小学関係の子供向け番組、ノリスタハーイ、内の1コーナーとして、トットコハムタロハーイ、というタイトルで2008年3月まで放送され、 2012年3月まで再放送された。ソフト化も全くされていないため、視聴は困難である。1回あたりの放送時間が5分間に短縮された。関係で、ハム太郎をはじめとするハムチャンズ以外のキャラクター、特に飼い主などの人間や2キで登場したラピスちゃん、などのキャラが登場する機会はほとんどなくなった。また、毎週新作を放送していたわけではないため、 新作は数全77話は少ない。話数のカウントはリセットされた。2011年4月からは約5年ぶりに30分番組としてトットコハムタロデチュのタイトルで再びアニメ化されることが発表された。なお、このデチュは第一期のストーリーをデジタルリマスターで再構成したものとなる。話数のカウントは再リセット。 2012年4月からリニューアルし、番組名が、とっとこハム太郎に戻った。4月中は、はーい、を除いて、約6年ぶりに新作ストーリーを放送した。それ以降は、第4期と同じ再放送となっていた。第4期は、初期の話が中心だったが、第5期は、第1期中期後期の話が再放送されていた。話数はリセットされ、ハム太郎を延滞。 ハムさん中、森美なが加わった。毎回オープニングの前に登場する。エンディングテーマが復活し、過去のエンディングテーマ曲のアレンジが中心だった。でちゅ、トットコ・ハム太郎開始後も、本作のキャラクターは、ノリスタ。シリーズに出演していたが、第5期が終了した後は出番が少なくなり、2013年10月以降は、ノリスタシリーズに、全く登場しなくなった。 各地の放送局でも番組販売形式でネットされ、特にハムハムパラダイジュまでは時差ネット局を含めると、兵庫、佐賀を除く45都道府県計37局で放送されていた。この数はポケンモンスターシリーズの兵庫を除く46都道府県計38局にも匹敵する規模である。また、テレビ、東京系列や一部の地方局では、 字幕放送も行われた。第1期第3期からの変更点は以下の通り、ハム太郎とっとこ歌は原作者の河合律子が花歌で作った楽曲を財布、編曲したものである。第2期、ハムハムパラダイジュが終了するまでの5年以上にわたって歌詞やメロディをアレンジしながら使用され続け、第3期、第4期以降もハム太郎とっとこ歌が使われ、 アレンジして使用され続いている。エンディングテーマは時期によって歌手が変更された。2003年7月から2005年3月まではソニーミュージックエンタテインメントと提携しタイアップを行っていた。その他の楽曲を収めた CD はオープニングテーマを含め一貫してコロムビミュージックエンタテインメントから発売された劇場版のエンディングテーマに限りアップフロントワークスから発売。 デチュではエンディングが短縮され、エンディングテーマは使用されなかったが、第27話から代わりに、友達になろう。ハムチャンズという曲が、本編終了後に出る。多くは、劇中で使用される BGM を原曲としている。2002年2月21日に発売された、トットコ、ハム太郎ベストソングコレクション、以下、第1弾や、2005年7月20日に発売された、 みんな大好き。ハムハムソング、以下、第2弾に録されている、いずれも CD2 枚組。なお、アーティストのランのユニットのメンバーは、である。サブタイトルは、マミヤ・クルミが読み上げる。第3期は、ノリスタ・ハーイ。ないで、5分間のコーナーアニメとして放送。東方の配給により、2001年から2004年まで、毎年12月中旬より上映された。 監督は、テレビシリーズの鍋島ではなく、一貫して、明日のジョーなどで有名なベテランの出先見つが、担当した鍋島は、アニメーションコーディネーターとして、前作に参加。いずれの作品もテレビシリーズで、馴染みの深い日常的なストーリーとは、打って変わって、異世界を舞台にしたハムチャンズ中心の冒険活劇となっている。ゴジラシリーズの同時上映だが、 ゴジラシリーズが2004年に一旦終了するため、第4作のみ、それまで単独上映だった映画剣やシャグレンの宝来島と同時上映された。第1作の同時上映作品、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃は当初、ハム太郎との同時上映は想定されておらず、本作の映画化に伴い同時上映となることが決まった。翌年からは同時上映が前提となり、 前売り券の購入特典や入場者への特典も、ゴジハム君やモスハム君といった2作のコラボレーションを意識したソフビ人形となっている。余談だが、冒頭には配給の東方のアイキャッチの後、アニメーション制作会社のトムスエンタテインメントのロゴが付いた制作会社の小学館ミュージックデジタルエンタテインメントのクレジットアニメーションがある。海外の映画では、 スタッフロールの最後によく出るが、日本では珍しい。ゴジラメカゴジラでは、劇中で、ロコちゃんに、そっくりな少女がハムスターをめでているシーンがある。第2作から第4作までは、その年の映画の宣伝を兼ねて、前年の作品が、テレビ放送された。その後、2007年8月と2010年12月には、NHK の BS2 の、 BS アニメ特選枠内で2008年4月にはワウワウでも各作品が放送された。シリーズを通してハロー。プロジェクトとのタイアップとなっており、第3作まではミニモニをモチーフにしたミニハムズ。第4作では松浦綾とエコモニをモチーフにしたあやムビービズエコハムズが担当。劇中にも登場し、3DCG による 主題歌のライブシーンも挿入されている。また、第3作では、安倍夏美が声を担当したプリンちゃんによるピヒャラコウタが挿入歌として使用された。発売元は、小学館、販売元は、日本コロンビアコロンビアミュージックエンタテインメント。本編シリーズはレンタルと、セルで、第1シリーズから第4シリーズまで販売されている。ただし、DVD 版のセルは、 第2シリーズの途中が出ておらず、レンタル DVD に関しては、第2シリーズがなく、第3シリーズ以降はすべてレンタルできるようになっている。全作品 VHS と DVD で、セルレンタルで販売している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。